レッスン1キャリアを探るアンナ特定のキャリアを考えたことはありますか環境科学に興味があります素晴らしい分野だねジョン環境科学は様々な刺激的なキャリアの機会を提供します 環境科学における潜在的なキャリアパスにはどのようなものがありますか環境科学者、自然保護活動家、環境コンサルタントとして働いたり、持続可能性の役割を果たしたりすることもできます。ジョン。面白そうだね。アナ、私は環境に良い影響を与えることに情熱を注いでいます。 環境科学のおかげでそれができるんだジョンみなさんは、地球の保護と保護に貢献できます。環境科学のキャリアにはどのようなスキルと資格が必要ですかジョン、優れた科学的および分析的スキルだけでなく、環境規制や研究方法に関する知識も重要です。 なるほど。じゃあ、科学と研究のバックグラウンドがあれば有利だよね。はい、ジョン。環境科学、生物学、科学、または関連分野の学位は、強固な基盤となります。環境科学者を雇用している特定の産業はありますか 環境科学者は、政府機関、研究機関、コンサルティング会社、非営利団体など、さまざまな分野で働くことができます。ジョン知っておくとよいよ、穴、違いを生む機会は多岐にわたるようです。絶対に、ジョン 環境に関する専門知識の必要性は複数の業界に及んでいます。環境科学に新たなトレンドや重点分野はありますかはい、ジョン。進行分野には再生可能エネルギー、気候変動緩和、持続可能な資源管理などがあります。 それらは重要なトピックですアナ。地球が直面している課題に取り組むことは重要です間違いないジョン環境科学者は持続可能な解決策を見つける上で重要な役割を果たします環境科学分野でのキャリアアップに役立つ特定のコースや資格はありますか ジョン、エネルギー環境デザインのリーダーシップや地理情報システムの資格などさまざまな資格が役立つ可能性があります知っておくと良よいよアナ、継続的な学習と専門家はキャリアの見通しを高めることができます絶対にジョン この分野では最新の知識とスキルを常に把握しておくことが不可欠です。環境科学者にとって有益な特特定の資質や特徴はありますか好奇心批判的思考問題解決そして環境への真の情熱は重要な特徴です。ジョン 私はその資質を持っていると信じています。アナ、環境科学の分野でキャリアを積むことにワクワクしています。素晴らしい、ジョン。自分の情熱を追い求めれば、この分野で有意義な機会が見つかるでしょう。アンナ、あなたの指導と洞察に感謝します。このキャリアパスを追求するモチベーションが高まりました。 どういたしまして、ジョン手伝えてよかった。環境科学の旅がうまくいくことを願っています。アンナ、あなたのサポートに感謝します。進捗状況については随時更新します。お願いだ、ジョン環境科学におけるあなたの今後の取り組みについて聞きたいです。 間違いない、穴、つながりを保ち、私たちが選んだ道でお互いに刺激を与え続けましょう。計画みたいだね。ジョン力を合わせれば、地球に良い影響を与えることができます。絶対に、アンナ、持続可能で環境に配慮した未来に向けて取り組みましょう。 これ以上同意できないわ、ジョン。幸運を祈ります。共通の目標に向かって頑張りましょう。ありがとう、アナ。気をつけて変化を起こしましょう。レッスン2ゲーム開始それは素晴らしいアイデアのようですね。どんなゲームがあるの えーと、いろいろなゲームがあります。見てみよう。モノポリー、スクラブル、UNO がある。いいね。モノポリーはクラシックです。不動産を購入して帝国を築くワクワク感が大好きです。楽しいゲームですが、かなり競争が激しくなる可能性があります。 激しい交渉や戦略的な動きに備えましょう私は挑戦する準備ができていますスクラブルはどう単語で遊んだりボキャブラリーをテストしたりするのが好きですスクラブルはあなたのような単語愛好家に最適です楽しみながら語学力を伸ばすのに最適な方法です 私を数えて印象的な言葉で皆さんに挑戦できることを楽しみにしています。持ってきて。そして、うののことも忘れないでね。テンポの速いカードゲームで、たくさんの笑いと驚きが待っています。うのは最高です。友達や家族と遊んだことを覚えています。常に競争心をかきたててくれます。 絶対に。次のカードが何をもたらすかは決してわかりませんみんなの気を引き締めてくれるこれらすべてのゲームをプレイできることにワクワクしていますゲームナイトを開くのは久しぶりだ一緒に時間を過ごし気楽に楽しむのに最適な方法です他におすすめのゲームはありますか うん、考えさせてください。ああ、私はジェンガを飼っている。スキルとバランスで神経をすり減らすゲームです。ジェンガは素晴らしいです。タワーが倒れずにブロックを剥がす緊張感が大好きです。安定した手と安定した心が必要です。それは間違いなく忍耐と集中力の試練です。 私は挑戦すする準備ができていますジェンガは我々のゲームコレクションに追加された素晴らしい作品のように思えます素晴らしい笑い戦略そしてちょっとした友好的な競争に満ちたゲームナイトを開催しますそれは楽しい夜にぴったりのレシピのようですね始めるのが待ちきれません私も。 ゲームナイトはいつも思い出深く驚きに満ちています確かに彼らはそうですゲームを集めて壮大なゲームナイトの準備をしましょう絶対に激しい戦いと忘れられない瞬間に備えましょうサイコロを振って言葉を振って塔を立てる準備ができました。 さあゲームを始めようゲームスタートジョン最高の選手が勝ちますようにこのゲームナイトを本のためのものにしましょう自分のスキルを披露して楽しむ準備はできています忘れられない夜にしようゲームを始めろアナレッスンさんディールの再確認 常にではありませんがオンラインとオフラインの両方をチェックしてお得な情報を入手する必要がありますそれは賢いアプローチですオンラインショッピングは便利ですがオフラインストアには隠れた魅力があります絶対にオンラインストアでは割引や限定セールがあることがよくありますが実店舗では店内プロモーションで驚かれるかもしれません 良感です購入する前に価格を比較し様々なオプションを検討することは常に良いことですさらに直接買い物をすることで購入前に製品を見て感じることができますそれは本当です直接調べることができれば商品の品質や適合性を評価しやすくなりますそして。 すぐに満足できる喜びを忘れないようにしましょう店頭で購入すればすぐに持ち帰ることができますそれは妥当な点です特に新規購入にワクワクしているときは配達を待つのが少し難しい場合があります一方、オンラインショッピングは可能性の世界を切り開きます様々な商品にアクセスし 様々なウェブサイトで価格を比較できます絶対に自宅でくつろぎながら様々なオンラインストアを閲覧できる便利さに勝るものはありませんさらにオンラインレビューはすでに製品を試したことのある他の顧客からの貴重な洞察を得ることができます本当 レビューを読むことで、より多くの情報に基づいた決定を下し、潜在的な失望を避けることができます。ただし、オンラインで買い物をするときは注意が必要です。常にウェブサイトの信頼性を確認し、安全な支払い方法を確保してください。絶対に オンンラインショッピングにはリスクが伴うため必要な予防策を講じ個人情報を保護することが重要です同意したまたオンラインでお得な商品を見つけた場合でも近くの店舗で同じ商品が入手できるかどうかを確認する価値がありますそれは賢い戦略です 地元の店舗が特別オファーを出していたりプライスマッチ保証があるかもしれませんまさに節約を最大化しニーズに最適なオプションを見つけることがすべてですここでの教訓はオンラインとオフラインの両方でダブルチェックしてお金に見合う価値を最大限に引き出せるようにすることです。 それが重要なポイントです。ショッピングチャンネルを一つに限定しないでくださいオンラインとオフラインの両方を試してお得な情報を見つけましょうそして覚えておいてくださいそれは価格だけの問題ではありません製品の品質、カスタマーサービス個人的な好みなどの要素を考慮してください賢い言葉。アナ」「さ」「手ごろな価格。 そして全体的な満足度の間の適切なバランスを見つけることです絶対にジョンですから次回購入を検討するときはオンラインとオフラインの両方を確認してくださいどんな驚きが待っているかわかりませんこれ以上うまく言えなかったよアンナ皆さんハッピーショッピングお得な情報を見つけて。 素晴らしいショッピング体験ができますようにおめでとうジョンお買い物をお楽しみくださいお買い物があなたに喜びと満足をもたらしますように次回まで次回まであなた楽しいショッピングアドベンチャーとエキサイティングな発見をお祈りします気をつけて貯金をお楽しみください レッスン4ウィーークエエンドエスケープ週末の自発的な旅行は日常から逃れるのに間違いなく役立ちます絶対に日常の喧騒から離れ新しい場所を探検するのは爽快です同感です。それで、 自発的な冒険のためにどこに行くべきか何かアイデアはありますか田舎へのドライブ旅行はいかがですか風光明媚な景色を楽しんだり、都会の喧騒から離れて休憩したりできます。それは素晴らしいですね。新鮮な空気を吸い込み、自然に囲まれることは、完璧な脱出となるでしょう。 あなたはそのアイデアを気に入ってくれて嬉しいです。ピクニックの準備をしたり、ハイキングに行ったり、アウトドアアクティビティを試したりすることもできます。私を数えて、あんな冒険をするのは久しぶりだ。何か新しいことに挑戦できることにワクワクしているよ。素晴らしい旅行に必要なものをすべてリストアップしましょう。 キャンプ用品、ハイキングシューズ、そしてもちろんおやつ。絶対に。準備は大切ですが、自発性や予期せぬ発見の余地も残しておきましょう。これ以上は同意できませんでした。自発性はしばしば最も記憶に残る経験につながる。 思い出に残る体験といえば、共有したい面白い旅行の話はありますかああ、どこから始めればいいのかつて、ハイキング中にうっかりつまずいてしまい、小さな丘を転がり落ちてしまいました。なかなかの光景でした。それは面白かったに違いありません。傷や打撲傷はありましたか 幸いなことに、ほんの少しの小さな傷があります。しかし、それは間違いなく関係者全員に良い笑いをもたらしました。旅行中の事故は、時には最高の物語に変わることがあります。それはすべて冒険の一部です。絶対に思いがけない瞬間は、旅をよりエキサイティングで忘れられないものにします。 本当です。道に迷ったり、珍しい食べ物を試したり、面白い人に会ったりしても、それらの経験は心に残る思い出を作ります。それが旅の魅力です。異文化に目を向け、視野を広げ、生涯の思い出を作ってくれます。遠くまで旅行できなくても、いつでも自分の街を探索して、 近くに隠れた宝石を見つけることができますそれは素晴らしい点です時々最も驚くべき発見が自分の裏庭で起こることもありますそれではこの週末の旅行を思い出深いものにしましょう自発性を受け入れ日常から抜け出し忘れられない瞬間を作りましょう「これ以上同意できないわ」はジョン。 心を開いて、心を開いて、この冒険に乗り出そう。笑い、探検、そして日常から逃れる喜びに満ちた自発的な週末をお過ごしください。おめでとう、ジョン。私たちの自発的な旅が、旅好きの完璧な治療薬になりますように。さあ、冒険を始めましょう。冒険を始めましょう。 アンナ、旅に出て一生続く思い出を作るのが待ちきれません忘れられない週末をレッスン効果的なコミュニケーション始める前に効果的なコミュニケーションについて話しましょうそれは素晴らしいトピックです。 効果的なコミュニケーションは、個人的関係と職業的関係の両方において重要です。絶対に、自分の考えを表現し、他者を理解し、強いつながりを築くのに役立ちます。効果的なコミュニケーションの重要な側面の一つは、積極的に耳を傾けることです。敬意を示し、理解を促します。 アクティブリスニングには最新の注意を払いアイコンタクトを維持し口頭または非言語で手がかりを与えることが必要です邪魔されずに耳を傾け理解を深めるために明確な質問をすることが不可欠ですアクティブリスニングとはオープンマインドで異なる視点を考えることでもあります間違いなく。 これにより、より建設的で有意義な意見交換が可能になります。もう一つの重要な要素は、明確で簡潔な表現です。他の人が理解できるような方法で考えを明確にすることが重要です。シンプルで正確な言葉を使うと、混乱を防ぎ、メッセージが効果的に配信されます。 非言語コミュニケーションも重要です。私たちのボディランゲージ、顔の表情、声の調子はメッセージを伝えます。非言語的な手がかりを認識し、それを意図的に使用することで、コミュニケーションプロセス全体を向上させることができます。同感です。非言語的な手がかりは、言葉だけでは表現できないような深みを与え、 感情を伝えることができます。考慮すべきもう一つの側面は共感です。他人の立場になって考えることは、相手の気持ちや見方を理解するのに役立ちます。共感はつながりの感覚を育み、オープンで正直なコミュニケーションのための安全な空間を作ります。 自分の感情に気を配り、敬意を持って建設的な方法で表現することが重要です。紛争解決は、効果的なコミュニケーションにおいて貴重なスキルでもあります。共通点を見つけ、妥協点を探すことが必要です。紛争を平和的に解決するには、積極的な傾聴、 共感、明確な表現が重要な役割を果たします紛争に迅速に対処し相互に有益な解決策を模索する意欲を持って取り組むことが不可欠です絶対に効果的なコミュニケーションに焦点を当てることでより強固な関係を築き誤解を避けることができますそして、 それは継続的な学習プロセスです。コミュニケーション能力は、練習と内省を通して常に向上させることができます。その通りだジョン大事なのはマインドフルで、効果的にコミュニケーションを取るために意識的に努力することです。この洞察に満ちた会話をありがとう。アンナ、これからも生活のあらゆる面で効果的なコミュニケーションを優先していきましょう。 レッスン6、休息と生産性のバランス。ルーティンで休む日は、はい、毎週少なくとも1日は休みを取るようにしています。いい練習だね。ジョン休職日は私たちの全体的な健康と生産性にとって重要です。絶対に。 心と体に充電と回復の機会を与えることは重要です休息日は燃え尽き症候群を防ぎ仕事に戻る時の集中力と効率を高めるのに役立ちます同感です絶え間ない仕事のサイクルに巻き込まれるのは簡単ですが長期的に成功するためには休息が不可欠です本当です 休息を取ることで、エネルギーを補給し、健康的なワークライフバランスを維持することができます。休みの日には、リラックスしてくつろぐのに役立つアクティビティに参加するのが好きです。あなたはどう屋外で過ごしたり、散歩に出かけたり、静かな場所で本を読んだりするのが好きです。平和そうですね。 自然と読書は心と体を落ち着かせる効果があります絶対に私たちに喜びをもたらし仕事関連のストレスから解放されるような活動を見つけることは重要ですまた休みの日は熟考とセルフケアの機会にもなりますセルフケアを実践していますかはい。 セルフケアは不可欠です。泡風呂に入ったりマインドフルネスを練習したり趣味にふけるような簡単なことでも構いませんセルフケアは私たちが感情的に元気を取り戻し全体的な幸福感を高めるのに役立ちます罪悪感や利己心を感じることなくセルフケアを優先することが重要ですそれは自分自身への投資です 確かに、自分を大切にすることで私たちは完全に姿を現し日常生活の中でより存在感を感じることができます絶対に生産性とセルフケアのバランスを見つけることですそしてそれは身体的な休息だけでなく精神的な休息でもあります心を休めることも同様に重要です 同感です。一日中休憩をとって心を揺さぶることは創造性と生産性を高めることができます短い休憩をとることで仕事に戻ったときに心がリフレッシュし集中力を高めることができるのは驚くべきことです絶対に自分にとって最も効果的なものを個別に見つけ休息をルーチンに取り入れることはすべてです。 アンナ、あなたの視点を共有してくれてありがとう。休息とセルフケアを優先することを思い出させてくれます。どういたしまして、ジョンこの話題についてあなたと話し合えて光栄でした。これからも生活の中でそのバランスを見つけていきましょう。同意しました。アンナ、健康で充実した生活を送るために。 休息とセルフケアを日課に取り入れることですレッスン7個人目標の設定フィットネスは素晴らしいですがあなたの目標リストには他に何かありますか間違いないフィットネスは私にとって大切ですが時間管理のスキルも向上させたいと思っています 時間管理は生産性にとって非常に重要です。どのように取り組む予定ですか時間を最大限に活用するために、タスクに優先順位をつけ、現実的な期限を設定し、気を散らすものを最小限に抑えるつもりです。それは堅実な計画のように思えます。時間管理によって効率が大幅に向上し、ストレスが軽減されます。 絶対に。時間の使い方を意図的に考え、本当に重要なことに集中することです。フィットネスと時間管理以外に、他にどのような目標に向かって取り組んでいますか私のもう一つの目標は、人前で話すスキルを高めることです。もっと自信のあるプレゼンターになりたいです。 それは素晴らしい。人前で話すことは多くの機会を切り開いてくれる貴重なスキルですはいコミュニケーションの改善キャリアアップ自信の向上につながりますパブリックスピーキングの目標を達成するための具体的なステップを考えたことはありますか はい。人前で話すクラブに入り定期的に練習しスキル向上のためにフィードバックを求めるつもりですそれは素晴らしいアプローチですどんなスキルを習得するにも練習と建設的なフィードバックが鍵となります絶対に目標を達成するには継続的な改善が不可欠です これ以上は同意できませんでした。成長マインドセットを持ち、学習プロセスを取り入れることが大切です。間違いなく、目標を設定し、それに向かって取り組むことで、モチベーションが保たれ、個人として成長することができます。絶対に、個人の成長と自分自身のベストバージョンになることがすべてです。 そしてモチベーションとインスピレーションを維持するためには途中でマイルストーンを祝うことが重要ですそれは素晴らしい点です私たちの業績を認め祝うことで私たちは活力と集中力を保ちますジョン洞察を共有してくれてありがとう。個人的な目標設定についての刺激的な会話でした。 どういたしまして。アンナこの話題をあなたと話せて楽しかったよ。私たちの目標達成と継続的な成長を目指しています。教訓8。消費者の要求に応える。新製品を開発する際には、消費者の要求も考慮する必要があります。消費者のニーズを理解することは極めて重要です。間違いなく。 そうすることでお客様の心に響き期待に応える製品を作ることができます市場調査は消費者の好みや傾向を理解する上で重要な役割を果たします。情報ににに。基づいた意思決定を行うのに役立ちます。絶対に 市場調査を通じて、お客様が何を求めているかについての貴重な洞察を集め、それに応じて提供内容を調整することができます。顧客からのフィードバックも不可欠です。当社の製品を使用するユーザーからの直接の意見が得られます。はい。 お客様からのフィードバックを聞くことで、改善すべき分野を特定し、お客様の要件をより満たす製品を開発することができます。市場動向や変化し続ける顧客の好みを常に把握することが重要です。私たちは変化する需要に適応する必要があります。確かに、市場はダイナミックで、消費者の好みは時間とともに変化する可能性があります。 常に先を行くには継続的な監視と適応が必要です競合他社から目を離さないことで業界で何がうまくいき何がうまくいかないかについての洞察も得ることができます競合他社を監視することは市場のギャップを特定し差別化を図り独自の価値を提供する機会を見つけるのに役立ちます顧客満足が私たちの最優先事項です 満足している顧客はロイヤルティを高めるだけでなく肯定的な口コミを広めることにもつながります絶対に満足した顧客は当社のブランド支持者となり新しい顧客を引き付け高い評判を築くのに役立ちます顧客との強固な関係を築くことは非常に重要です優れた顧客サービスを提供することは 信頼と忠誠心を育みます本当、顧客は大切にされ、支えられていると感じると、ロイヤルティを維持し、当社の製品を他の人に進める可能性が高くなるます消費者のニーズを理解し、その要求に応えることが、私たちのビジネス戦略の中核となるべきです。間違いなく お客様を第一に考えることで、お客様の心に響き、成功を後押しする製品を作ることができます。アンナ、洞察を共有してくれてありがとう。消費者の要求に依頼、お客様との長期的な関係を築くことを目指しています。レッスン9旅行の必需品良い点です。 飛行機ではジャケットを着るよフライト中は肌寒くなることがあるスマートムーブ空の旅では重ね着は常に良いアイディアです気温に合わせて服装を調整できます絶対にそれにジャケットを着ると荷物のスペースを節約できます。 それは実用的な選択です荷物といえば旅行用サイズのトイレタリーも忘れずに間違いなく旅行用サイズの製品を使用するとスペースを節約でき航空会社の規制を確実に遵守できますまた旅行中にすぐに利用できるようにしておくと便利ですそうだね 必要なものがすべてコンパクトなサイズに揃っていると、外出先でも簡単にリフレッシュできます。もう一つのヒントは、組み合わせて使用できる多用途の衣類を梱包することです。スペースを節約でき、より多くの服装の選択肢が広がります。それは素晴らしいアイデアです。ドレスアップにもドレスダウンにも使える万能な服を必ず用意しておきます。 荷物を軽く保ちながら、各アイテムを最大限に活用することがすべてです。絶対に。そして、再利用可能なウォーターボトルを忘れずに梱包してください。旅行中は水分補給が重要です。それは必需品です。給水所で補充できるので、使い捨てのペットボトルの購入は避けられます。 最後にパスポートや旅程表などの重要な書類は安全でアクセスしやすい場所に忘れずに保管してください良い点です整理して手の届くところに置いておくと旅行がスムーズになります「旅行のヒントをありがとうアンナ」これで次の旅行の準備が整った気がします。 どういたしまして。ジョン、安全な旅をして、素晴らしい旅を。ありがとう。君の忠告には必ず従うよ。レッスン10フープピアスを使った流行に左右されないスタイル常に求められているスタイルは完璧だと思いませんか フープピアスがどんな装いにも優雅さを添えてくれるところが気に入っています。絶対に、ジョン。フープピアスは用途が広く、何十年もの間ファッションの定番となっています。様々なサイズとデザインがあり、どんな場面にもぴったりのペアを簡単に見つけることができます。その通りだ。 普段着に小さくて繊細なフープを好む場合でも、特別なイベント用の大きくてステートメント性の高いフープを好む場合でも、誰にでも合うスタイルがあります。フープピアスはカジュアルなルックスとフォーマルなルックスの両方を簡単に引き立てることができることに気づきました。間違いなく、シンプルなジーンズと T シャツのアンサンブルを引き立てたり、エレガントなイブニングドレスを引き立てたりできます。 フープピアスにはどのような素材が最適だと思いますか金銀それとも他の何か個人の好みや希望する美的感覚によって異なりますゴールドとシルバーは時代を超越した選択肢ですがローズゴールドやステンレススチールなどの他の素材もファッショナブルですなるほどだから自分のスタイルに合い 他のアクセサリーにも合う素材を選ぶということですねまさにフープピアスをネックレスやブレスレットとコーディネートするとまとまりのある洗練された外観になります適切なサイズのフープピアスを選ぶ際のガイドラインはありますか 主観的だジョン小さいフープは控えめで控えめな見た目に大きいフープは大胆な印象を与えます顔の形やスタイルにもよると思いますはいそれは本当です。 様々なサイズを試してみると、自分の特徴を最も引き立てるフープピアスを見つけるのに役立ちます。複雑な模様や装飾が施されたフープピアスを見たことがあります。それらについてどう思いますかピアスに視覚的な面白みと個性を加えるのに最適な方法です。それはすべてあなたのスタイルと機械次第です。 それは理にかなっています。複雑なディテールが施されたフープピアスは、会話のきっかけにもなりますし、あなたの個性をアピールする方法にもなります。絶対に。ファッションは自己表現がすべてで、フープピアスはそのための素晴らしい機会を与えてくれます。様々なスタイルのフープピアスを探求し、自分のルックスを試すことにワクワクしています。 それがスピリットだ、ジョン。フープピアスの無限の可能性を楽しく発見してください。アンナ、洞察を共有してくれてありがとう。フープピアスで流行に左右されないスタイルを取り入れましょう。<T> 重要な面接が間近に迫っています。面接を成功させるために何かアドバイスはありますか 準備が重要です。会社を調査し、職務内容を理解し、面接でよく聞かれる質問を予測しておきましょう。それは理にかなっています。素晴らしい第一印象を与える方法について何か提案はありますか プロフェッショナルな服装をして時間通りに到着し自信を持って握手し笑顔で面接官に挨拶してください。面接で自分のスキルや経験を効果的にに伝えるにはどうすればいいですか具体的な例を挙げて実績を強調し自分のスキルが職務要件とどのように一致するかを示してくださいボディランゲージはどう 自信とエンゲージメントを伝えるにはどうすればいいですかアイコンタクトをしっかり保ちまっすぐに座りポジティブなジェスチャーで積極的に耳を傾け興味を示しましょう面接中は緊張しがちです面接の不安を管理する上で何かアドバイスはありますか深呼吸をして 自分の資格を思い出し、自分の能力を披露することに集中してください。面接官に聞くべきことはありますか絶対に。企業文化、チームのダイナミクス、成長の機会について、資料深い質問を用意してください。面接の最後に印象を残すにはどうすればいいですか 職務への熱意を伝え、時間を割いてくれた面接官に感謝の気持ちを伝え、お礼のメールを送ってください。面接後に返信がない場合は、フォローアップすべきですかはい。丁寧なフォローアップメールを送信して、関心を改めて伝え、次のステップについて問い合わせることをお勧すすめします。 面接中にミスをした場合はどうなりますかそれは大失敗ですか間違いは起こります。冷静さを保ち、どんな間違いにも正直に対処し、自分の強みをアピールすることに集中してください。面接を成功させるために心に留めておくべきことは他にありますか 本物らしくあることを忘れずに役に対する情熱を示し個性を輝かせましょうアンナこれらの貴重なヒントをありがとう今は自信がつきましたどういたしましてジョン私はあなたの能力を信じています面接の成功をお祈りしますアンナ、 あなたのサポートと指導に感謝しますベストを尽くすよ君が素晴らしいことをするのは間違いないポジティブであり続け自分を信じてくださいアンナさんありがとうございましたあなたのアドバイスは私にとって大きな意味がありますいつでもいいじゃんこれ持ってるね 外に出てインタビューを勝ち取れ。そうするよ、あんな誇りに思うよ。レッスン12シューシャッフル一部の空港では、スクリーニング中に靴を脱ぐ必要があることをご存知ですか本当にそれまで聞いたことがない。 本気ですかうんそれは私に一度起こった保安検査場を通る前に靴を脱ぐように言われたそれは面白い彼らはあなたの靴に何も隠さないようにしたいんだろうねまさに。 みんなを安全に保つことは彼らのセキュリティ対策の一環ですセキュリティの必要性は理解できますが特に急いでいる場合は靴を脱ぐのはかなり不便ですああ間違いない靴ひもをいじっていたら思ったより時間がかかりました。 その苦労は想像できます。レントゲン検査のために靴を別のゴミ箱に入れさせられたんですかはい彼らはしました靴をゴミ箱に入れて別々にスキャンするように言われましたそれは理にかなっていると思います彼らは靴の中身をはっきりと見たいのです絶対に。 彼らは潜在的な脅威や禁止品を探しています。靴を履かないで金属探知機を通り抜けなければならなかったのはい、裸足で金属探知機を通り抜けなければなりませんでした。ちょっと変な感じがしました。きっと、公共の場で裸足で歩くのはかなりの経験です。 間違いなく面白い感覚でした。私は必ず軽く踏むようにした。想像できます。靴を履き直すための特別な指示はありましたかいいえ、彼らはしませんでした。保安検査場を通過したら、自由に靴を履いて旅を続けることができました。 それは知っておくと良いことでです。裸足で空港を歩き回るのはかなり気まずいだろう絶対に靴を履き直してまた快適に感じることができてほっとしましたすべての空港で同じ靴の脱ぎポリシーがあるのかそれとも場所によって異なるのだろうかいい質問だね。 旅行を計画している各空港の規制を確認する価値があるかもしれません。間違いなく、常に準備をして何が期待できるかを知っておく方がいいです。絶対に、これにより時間を節約でき、セキュリティ検査中に予期せぬ事態が発生するのを防ぐことができます。 これからの旅では、必ずそのことを心に留めておきます。ジョン、あなたの経験を共有してくれてありがとう。どういたしまして、アンナ、空港での様々なセキュリティ対策を常に知っておくことは良いことです。確かに、旅行体験全体をよりスムーズかつ効率的にするのに役立ちます。 その通りだ。そのため、飛行中は快適で脱ぎ履きが簡単な靴を履くことを忘れなく賢いアドバイスだジョン空港の保安検査場では快適さと利便性が大いに役立ちますまさにそれでストレスのない旅行と手間のかからない靴のスクリーニングをお祈りします。 ありがとう。ジョン感謝するよ。旅行をスムーズにし、可能な限り靴を履いておくためです。乾杯アンナ。安全に旅行して、靴が足にしっかりとはまりますように。次回まで。レッスン13宿泊オプション ねえ、アンナ、次の旅行の宿泊施設のオプションを探しています。何か提案はこんにちは、ジョン。それは素晴らしい。実は私も少しリサーチをしてきました。どんな宿泊施設を検討しているんですか便利で必要なアメニティがすべて揃っているので、ホテルの予約を考えています。 あなたはどうエアビービーを検討していましたより手頃なオプションで地元ならではの体験ができることが多いですさらにキッチンとリビングエリアにアクセスすることもできますそれは良い点です現地の文化を体験するのは楽しいよあなたが見つけた 特におすすめの地域や地域はありますかはいいくつかのオプションに出くわしました一つは市内中心部にあるので観光に便利でしょうもう一つはビーチサイドでリラックスできる雰囲気ですまた活気に満ちたナイトライフで知られる地区もありますそれらはすべて面白そうですね。 市内中心部に近いと散策に便利だと思うあなたはどう同感です中心部にあると移動が簡単になりますさらにレストランやショップにも簡単にアクセスできます絶対にさて滞在期間についてお話しましょう。 何泊分の宿泊施設を予約すべきだと思いますか一週間はいい期間だと思いますそうすれば、街を探索したり近くの観光スポットへの日帰り旅行をしたりするのに十分な時間が与えられるでしょう私はそれに同意しますもっと時間が必要だと感じたらいつでも滞在を延長できます 宿泊施設のお得な情報や割引を見たことがありますかはい、様々なウェブサイトでプロモーションや割引を確認しています。必ず一番お得な情報を見つけます。それは素晴らしいよ。アンナ、この件に関してご協力いただきありがとうございます。私たちの旅と、 最適な宿泊場所を見つけることにワクワクしています私もジョン素晴らしい冒険になるよ私たちのニーズと予算に合った理想的な宿泊施設が見つかると確信しています楽観的になってくれてありがとうアンナあなたと一緒に街を探索し一日の終わりに快適な場所に戻ってくるのを楽しみにしています どういたしまして、ジョン素晴らしい経験になるでしょうし、一緒に心に残る思い出を作るのが待ちきれません。同意しました。アンナ、調査を続けてすぐに宿泊施設を完成させましょう。後でまた確認して、調査結果についてお話しします。良さそうだジョンを互いに最新情報を伝えましょう。 また後で話しましょう。間違いない。アナ、すぐに話してください。気をつけて。レッスン14アートへの情熱の共有やあ、アンナ。アートへの情熱を分かち合ってくれる友人がいることにどれほど感謝しているかを伝えたかったんだ。 こんにちは、ジョン。それが聞けて本当に嬉しいよ。アートはまさに人々を結びつけ、私たちが自分自身を表現することを可能にするものです。私も同じように感じます。アートには感情を呼び起こし、会話を促す力があるのは驚くべきことです。好きなアートフォームはありますか 私は絵画、特に自然や風景を描いたものに惹かれますアーティストが世界の美しさを捉える方法は本当に魅惑的ですあなたはどうですか私は彫刻にもっと興味があります素材を立体的に形作る能力は私にとって魅力的です何もないところから何かを生き返らせるようなものです それは信じられない。彫刻に必要な忍耐力と技術には感心します。正確さと細部へのこだわりが求められる繊細な芸術形式です。絶対に。そして、私を魅了するのは最終結果だけではなく、アートを創造するプロセスそのものです。真っ白なキャンバスや石のブロックから完成した傑作に至るまでの道のりは、異形の念を起こさせます。 私は完全に同意しますアーティストの作品を見て彼らの創作過程を目の当たりにすることはとても刺激的です彼らの想像力を垣間見て彼らのビジョンが実現するのを見るようなものですまた歴史を通じて様々な芸術運動やスタイルが芸術の世界をどのように形作ってきたかについても興味深いものですアートの進化は 刻々と変化する社会の本質を反映しています確かにアーティストがどのように監修に挑戦し限界を押し広げ新しいアートムーブメントを生み出してきたかを見るのは魅力的ですそれぞれの時代には独自の芸術的意見と貢献があります絶対にそしてアートは絵画や彫刻だけにとどまりません写真、陶芸、パフォーマンスアートなど 他にもたくさんの形があります。可能性は無限大です。それは本当です。芸術的表現には限界がない。創造性が様々な形をとり、様々な階層の人々に届く時代に生きているのは素晴らしいことです。だからこそ、アンナのような友達がいることに感謝しています。 一緒にアートの世界を探検したりギャラリーを訪れたり様々なアート作品について考えさせられるような議論をしたりすることができます同じようにジョン私と同じくらいアートを鑑賞してくれる人がいるのは嬉しいことです情熱を共有することで理解を深めお互いから学ぶことができます絶対にこれからも一緒にアートを探求し祝いましょう 常に新しい発見やインスピレーションを得られるものがあります間違いない、ジョンこれからも芸術の旅を続けてお互いの芸術的努力を支援し励まし合っていきましょうアンナ、これ以上同意できない生涯にわたる友情とアートへの愛を共有しましょう おめでとう。ジョンっシュにもっとたくさんのクリエイティブな冒険に出かけましょう乾杯、アンナそばにいてくれて感謝していますレッスン15部屋番号の問い合わせねえアンナあなたの部屋番号を尋ねるのを忘れたことに気づきました教えていただけますか こんにちはジョン。確かに私の部屋番号は305ですあなたのはありがとうアナ。私の部屋は412号室ですところで明日の会議の時間をメモしていただけますかもちろんジョン会議は午前10時に会議室で行われる予定だ メモや関連書類を忘れずに持参してください思い出させてくれてありがとうアンナ必なず準備しておきますところでそのホテルのレストランを試す機会はあったはい持っています食べ物、特にパスタ料理はおいしいです滞在中にぜひ試してみてください それは魅力的に聞こえます。今週中にレストランに行くようにメモしておきます。ああ、メモといえば、もう一本借りられるペンあるもちろん、ジョン。どうぞ。滑らかに書ける、信頼性の高いペンです。使い終わったら必ず返却してください。ありがとう、アナ。

ワークアウトやや水泳を絶対にやってみます。ところで近くにあるおすすめのアトラクションや観光スポットはありますか絶対にジョンホテルからわずか数ブロックのところに美しい公園があるのんびりとした散歩やピクニックに最適です機会があればぜひ訪れてみてください。 それは素敵ですね必ず旅程に追加しておきますああ忘れないうちにホテルの w i f i パスワードをメモしてくれませんかわかったジョン w i f i のパスワードはゲスト1234ですシームレスなインターネットアクセスを実現するには必ずホテルのネットワークに接続してくださいありがとう アナ、ご協力に感謝します。部屋に落ち着き次第、Wi-Fi に接続するようにします。ところで、近くに美味しいコーヒーショップは見つかりましたかはい、ホテルのすぐ近くに居心地の良いカフェがあります。美味しいコーヒーとペストリーを提供しています。楽しんでいただけると思います。 それは完璧に聞こえます。おいしいコーヒーをいつも探してるんだ滞在中は必ずそのカフェに行くつもりだああ最後にもう一つホテルのフロントデスクの電話番号をメモしてもらえますか確かにジョンフロントデスクの電話番号は555 1234です。 ご不明な点がある場合やサポートが必要な場合はお気軽にお電話ください。ありがとう。アナ、これらすべてのメモについてご協力いただきありがとうございます。これらの詳細を手元に用意しておけば間違いなく私の滞在がより便利になります。どういたしましてジョンをお手伝いできて嬉しいです。 さらに詳しい情報が必要な場合やその他の質問がある場合は遠慮なく質問してください「そうするよあんな時間を割いてこれらの重要な詳細をすべて書き留めておいてくれてありがとう」スムーズで楽しい滞在ができるように頑張ります。 嬉しいよジョンホテルで素晴らしい時間を過ごし期待以上の滞在を過ごしていただければ幸いです楽しい旅をありがとうあなそれを最大限生かすように頑張ります気をつけてすぐに話してくださいレッスン16「主なアトラクションの探索 アンナさんこんにちは旅行パンフレットをいくつか見てきましたが素晴らしいと思われる主要なアトラクションがいくつかあります私たちが訪れるべき人気の場所を教えてくださいこんにちはジョン絶対に必見の場所の一つは町の中心にある歴史的な城です見事な建築と豊かな歴史で知られています それは魅力的に聞こえます。必ずその城を旅邸に加えよう。他におすすめのアトラクションはありますか間違いない。もう一つ見逃せないスポットは有名な植物園です。世界中から集められた多種多様な植物や花が咲き誇る美しいオアシスです。 静かで風光明媚な場所のようですね。そこで少し時間を過ごすためにメモしておきます。見ておくべき特定の展示やショーはありますかはい、現代美術館では素晴らしい美術展が開催されています。有名なアーティストの作品が展示されており、視覚的な楽しみになること間違いなしです。それは素晴らしいです。 私はいつも、さまざまな芸術形式を探求したいと思っています。美術館訪問には時間を割くようにするよ。他に特筆すべきアトラクションはありますか絶対に。活気に満ちた地元の市場は見逃せません。本物の文化を体験したり、地元の珍味を試したり、ユニークなお土産を購入したりできる賑やかな場所です。 それは活気に満ちた没入感のある体験のように思えます。私は地元の市場を探索するのが大好きです。ぜひ訪れてみるつもりです。他に何かおすすめはありますかもう一つ特質すべき場所は、風光明媚な川沿いの遊歩道です。 街のスカイラインの息を飲むような景色を眺めることができのんびりと散歩したりボートに乗ったりするのに最適ですそれは絵のように美しいスポットのようですね川辺の美しさを撮るために必ずカメラを持参しますアンナ推薦してくれてありがとうどういたしましてジョンを役に立ててよかったです これらのアトラクションを一緒に探検し、地元の文化に浸れることにワクワクしています。私も、アナ、忘れられない冒険になるよ。私たちの旅程を計画するにあたり、あなたの洞察と指導に感謝します。 嬉しいよ。ジョン私たちの旅を思い出深いものにし、貢献できることを嬉しく思います。皆さんと一緒にこれらの主要観光スポットを巡り、心に残る思い出を作るのが待ちきれません。同様に、アンナ、時間を最大限に活用して、すべての瞬間を楽しみましょう。貴重なご提案をありがとうございました。 どういたしまして、ジョン私たちは素晴らしい時間を過ごすつもりです。忘れられない体験とたくさんの楽しみに備えましょう。準備はできてる。穴一緒にこの冒険に乗り出しましょう。これらの主要観光スポットをめぐり、街の美しさに浸るのが待ちきれません。 信じがたいことになるよジョン素晴らしい光景や体験に備えましょう荷物をまとめてこの旅を思い出深いものにしましょう絶対にアンナ準備は万端でこの旅に出たいと思っていますこれらの主要観光スポットの忘れられない探検に出かけましょう。